ウイキョウは、セリカウイキョウ属に分類される、多年生の総本植物である。ウイキョウ属唯一の種で、英語名からフェンネルとも呼ばれている。伝統的なハーブの一つとしても知られ、甘みのある香りと小脳のような風味があり、古くから香辛料や薬草などとしても陥られ、栽培も行われてきた。中国植物名は、ウイキョウと書き、その由来は、腐った魚に使うと、 香りが回復するから名付けられたと言われる。和明を京の語源は、日本に伝わった時に、うを遠いんで、うい、甲を関音で、京ょと読んで名付けられたのだとする説が存在する。別名として、大意京と呼ぶ場合のある、スターアニスに対して、小意京と呼ぶ場合もある。また、英語名のフェンネルの名でも知られ、フェネルとも呼ばれる。フランス名から、フヌイユ、イタリア名で、 ピノッキオとも呼ばれる。俗名、フィニキュラムは、小さな星草を意味する、ラテン語に由来し、中世ヨーロッパでは、ファンクルと呼ばれ、その後にフェンクルやフィニュルの名で広まっていった。種小名のボルーガーレは、ラテン語で、普通のという意味である。古代ギリシャ名では、マラトンと呼ばれており、細くなるという意味のマライオンに由来する。ヨーロッパ原産、もしくは、 地中海沿岸が原産とされる。インド、アジア、オーストラリア、南北アメリカの各大陸に広く分布し、北米では野生化している。セリカの植物としては珍しく、海岸近くや川の土手の乾いた土壌でよく生育する。古代エジプトや古代ローマでも栽培されていた記録が残っており、人が特に古くから栽培してきた植物の一つとされる。 現在は世界各地で栽培されており、現代における主産地はエジプトだけではなく、シリア、インド、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、ハンガリー、レバノン、ブルガリア、北、アメリカ、中国なども挙げられる。日本には平安時代に中国から渡来した。なお、21世紀初頭の日本における主産地は長野県や鳥取県である。 外見はイノンドに非常によく似ているが、ウイキョウは体幹性の多年層である。草丈は1メートルから2メートル程度に達し、左右には45センチメートルほど広がる。茎は密生して全体が枝分かれし、中空で成長すると筋が立つようになる。葉は次第に分かれて、糸状に細くなった状で、前層が鮮やかな黄緑色をしている。傭兵の根元部分は、 鞘状になっている。カキは夏で、頭花は軽長に、小花柄と呼ばれる単一形から伸びる、20から50の黄色い小花からなる三型花状、形成し、カ形たちに多数咲かせる。花にはかすかに、アニスのような方向がある。秋には7から10ミリメートル程度の長楕円型をした、爆竜状の緑がかった、茶褐色の果実をつける。 くっきりした筋がついているところに特徴があり、表面が平らなものや膨らんだものがある。健康全書中のフェンネルフェンネルは、人類史において、数千年ほど前の最も古い時代から、栽培されているハーブの一つである。原産地の地中海沿岸では、古代ギリシア人が利用し、人々は、空腹を抑えるためにフェンネルを食べた。古代ローマ人は、 野菜として食べ、ローマ軍の遠征によって、ヨーロッパ全土へと広まっていった。胃腸の働きを整え、視力を良くする力があるとされ、古代ローマの選手たちにも携帯されていたと言われる。その種子と目については、961年のスペインの農耕記録にも残されており、1066年のルマン征服以前のアングロサクソンの料理法と、 薬用法について言及がなされている。ローマのパン職人は、パンに風味を加えるために、パン生地の下に、フェンネルの葉を置いて、パンを焼いた。中世ヨーロッパでは、村人が下司祭の前夜に、災いや魔物から家を守る目的で、他のハーブと一緒に戸口に吊るしていたり、虫を追い払うためにも用いられた。ピューリタンは、礼拝の種と呼んで、 長い礼拝の合間によくフェンネルの種子を噛んでおり、カトリック教徒の断食日の間の空腹を紛らわすために種子を食べた。1657年、植物学者のウィリアム・コールズが著書、アダイン・ウェデン、オア・ネイチャーズ・パラダイスの中で、フェンネルで作ったジュースやスープを、肥満患者に食事で与えると、その患者は痩せて、細くなると言及している。 19世紀のアメリカの詩人ロングフェローは、低い草木の上に、塔のようにそびえる黄色い花をつけた、フェンネルと歌っている。ドイツのフェンネル畑栽培は、種まきか株分けによって繁殖する。株分けによるものは、収穫が多いが、株の劣化が早いという欠点があることから、一般には、種まきによる方法が行われている。 種まきは春に行い摂取20度ほどに保つと10日から14日ほどで発芽する。夜間の気温が摂取5度を下回らなくなったら新しく耕した場所に直巻きすると14日から20日ほどで発芽する。土壌は暖かい日向で水はけの良い肥沃な土地が良く土の栄養分が不足して乾燥した状態で育てていると苦くなる。また、 鉢植えにしても水はけの良い赤玉土などにすればよく育つ。葉を目的に収穫する場合は花が咲く前に行い花が咲き始めたら花を摘み取るようにする。果実を収穫する場合は鉢から10月の果実期に果実の表面が緑色から黄色に変わって縦縞の線が現れてきた花穂から順次切り取って収穫する。収穫後の果穂は天日で よく乾燥させてから脱穀して、種子だけを採取する。フェンネルシーズは手で揉むなど脱穀して採取した果実である。1年目の収穫量は少ないが、2年目以降は増えて、3から5年目が収穫量の最盛期になる。種子を収穫したら株を刈り込んでやると新しい葉が出るようになる。良い香りを持続させるためには、 3から4年に一度は移植すると良いと言われている。病害として、フェンネルはペト病にかかりやすく、悪くすると腐ってしまうため、しめじめした気候から守るために、植物体の周囲に肥料を施したら、マルチングが行われる場合もある。ウイキョウは、禁煙の胃の温度と交雑しやすいため、雑種化すると質が劣化して香味が薄くなってしまうので、 互いに近くに植えないように管理に注意を要する。また、コリアンダーを近くに植えていると、ウイキョウの香りが悪くなってしまう。主に種子をスパイスとして利用するが、ヨーロッパでは、生の形容も料理に利用する。若い葉及び果実は、甘い香りと苦味が特徴で、消化促進、消臭に効果を有し、香辛料や香料として、食用、薬用。 化粧品用などに古くから用いられてきた。粉砕した果実を水蒸気蒸留して、精油を採取する。収率は4%から7%程度とされる。種子を乾燥した状態では、アニスやスターアニスに似た甘い香り、若干の苦味、小脳のような香味がある。ディルシードとよく似ている香りであるが、より甘く繊細な香りを有する。方向の主成分は、 アネトールが精油の50から60%を占め、フェンコンの含有量によって方向感が大きく左右され、フェンコンが多いと甘みが弱くなって苦みが強くなる。食用に使える部位は幅広く、葉、茎、輪形、種子のように見える果実に至るまで食用になる。スープ、シチュー、肉料理などの香辛料として使用するフェンネルシーズは、 種子のように見えるものの、正確には果実である。魚料理との相性が良く、魚の匂い消しと脂っこさを感じさせない効果から、魚のハーブ、フィッシュハーブの異名がある。イタリア料理の代表的な食材の一つとして知られ、西洋では魚料理で広く使われるほか、ピクルスの風味付けに用いられ、インドではカレー料理に、中国では ココオコナの原料の一つとして用いられる。また、アブ酸の主要な酸成分の一つであり、パスティスやアクアビットなどの種類、リキュール類の香り付けにも用いられる。葉、茎生の葉は、サバや鮭などの魚料理でよく使われており、スープやサラダ、刻んで、ソースに入れたり、そのまま飾り付けに使われる。若葉は、オリーブ油やビネガーに漬け込んで、 調味料として使われる。イタリアの料理人は、茎を、スープやサラダに入れる。沖縄料理においては、成長作用のある島野菜として珍調されていた。魚汁や、マースニなどの魚料理の匂い消しとして用いられ、時に平やアーチーなどの薬味としても用いられた。林茎は、フィノッキオとも呼ばれ、パリッとした食感があり、主に野菜として、煮込んだり、蒸したり、 炒めたり、焼いたり、あるいは生のまま出され、玉ねぎのようにサラダや煮物、炒め物、スープなどに用いられる。茎、葉は生殖されるが、その他にも佃煮シチューなど、肉料理の香味野菜として使用される。果実フェンネルシーズ果実はアニスに似た、爽やかな風味を持つ甘い芳香があり、菓子に向いている。そのまま粒状のものは、ホールシードとも呼ばれ。 使用上必要に応じて粉砕し粉末にしたものはファンネルシードパウダーと呼ばれている。ケーキやペストリーなどの菓子のほか、パン、スープ、シチュー、ピクルス、魚料理、ザワークラウトなどの香味漬けに用いられ、特にアップルパイ、ビスケット、キャンディーによく合う。イタリアでは種子をソーセージの風味付けに使う。砕いた果実は 中国の五香粉の重要な構成要素の一つでもある。インドの郷土料理やパキスタン、アフガニスタン、イランの料理でも欠かせない。インドとパキスタンでは食後の公衆消臭剤としていった種子を噛む習慣がある。フェンネルシーズを様々な色の砂糖でコーティングしたものが日本のインド料理店で口直しとしてレジの横などに置かれている場合がある。 種子に含まれる栄養成分は食物繊維が豊富でビタミン A ビタミン B 複合体ビタミン CE のほか銅、鉄、カルシウムカリウムマンガンマグネシウムなどのミネラル類を含む脂肪油を12%から18%程度含むただし種子に含まれる精油成分によって食べすぎると痙攣を引き起こしたり 神経系が見られることがあるとの指摘もされている。昔から、腸内ガスによる、傍慢感、痛風、差し込み痛、胸やけ、膀胱炎、コリック、痙攣などの予防に使われてきている。生薬としては、ウイキョウの果実が使われる。同じ、セリカのイノンドと同様に、毛に、消化促進、抗酸化、腸内ガスの排出、傍慢、巨端などの薬効があるとされる。 フェンネルの方向は、女性ホルモンと同じ働きをするヒトエストロゲンが、豊富に含まれている。北米高年期学会の研究班の調査から、女性の高年期障害のホテリや不眠、不安の症状の改善に効果が出ると判明している。中国薬物名として、小異鏡と称する場合がある。日本列島では7月から9月にかけて、果実を採取し、それを干したものが、 日本で畏イと称している木薬である。和漢薬として用いられ、急性カタル、カッケ、オート、腹痛などの症状に処方される。漢方法剤の安中さんに配合される木薬の一つとして知られ、また、大体酸甲虫中清涼剤の人炭などにも使われており、年間100トンが製薬原料として消費される。漢方法剤では、例えば、 安中酸や超高指定油に配合する。民間療法では、いつ、腹痛に、果実ついた治療 2g から 3g 程度を、400ml 程度の水で煎じて、それを1日3回に分けて、温かい状態で服用する療法が知られている。食べすぎ、飲みすぎ、芋たれ、消化不良、食欲増進、胆切れレ、傍慢感などには、 紅茶に、ウイキョ粒スーを入れて食感に飲んだり、そのまま十分に噛んで飲んでも良いとされる。また、口臭を消す効果も有し、胃の温度と紅葉がよく煮る。胃腸を温める作用も持つため、腹を冷やした際に起こした腹痛に良いとされるのに、対して、胃に熱がある人には使用禁忌とされる。種子の、軽く煎じた液は、洗顔にも用いられる。果実の代わりに、 生用を細かく刻み、スープの具として多めに入れたものを飲む方法も考えられ、工夫、短切り、咳止めに役立つと考えられている。また、果実を収穫した後に残された形容は、胃の温度と同様に抑棟量として使用できる。成分フェンネルの精油には、アネトールが多く含まれ、リモネン、アニスアルデヒド、ピネン、ミルセン、フェンコン、 カビコール、シネオールなどの揮発性精油床化,化合物が含まれていることが分かっている。トランスアネトールには巨端や鎮外作用があると言われている。果実は、フェンコン、アルファー、ピネン、カンフェンなども含まれ、フリーラジカルの除去に役立つフラボノイド、抗酸化物質も含まれている。また、精油も3%から8%程度含まれており、精油成分は、 アネトールが5割から6割を占め、それに加えてデシリットルリモネンも含まれる。フローレンスフェンネルの球根長距離走のマラソンの語源でギリシャ語でマラソンと呼ばれるフェンネルが咲き乱れていた丘の地名から名付けられている。ありがとうございます。